さあ釣り手9号車はカースポット前橋吉岡のおすすめ車ですご紹介いただきますのはユーカーレンジャーピンクのサルヤさんですよろしくお願いしますよろしくお願いしますさあ、えー、今回はどんなお車でしょうかはい、えー、今回のおすすめ車はフォレスター2.0 XT アイサイトです、えー、今回フォレスターご紹介ということですけども、はい、この時期ねまあこれから冬の時期にはぴったりな一台ですよねはいはいそうですね スバルといえば SUV というくらいスバルには SUV 人気車種が揃っているんです。その中でも今回は当店でも一押しのフォレスターをご紹介いたします。はい。ということで評価書をご紹介したいところなんですけれども、実ははい。はい、えっとまだちょっと入庫したばかりのお車なので、はい、まだちょっと評価書がないんです。なるほど。はい。ね、ということですが、じゃあじっくりとねこのフォレスター見ていきたいというふうに思いますね。あのまあ見た目もおこうね中見てもわかりますけど、はい、評価は 多分かなり高く下、はいね、るんじゃないのかなという感じがしますけれども、はい、えまず、です、ね、サラさん、はい、これグレード XT ということで、はいえー、ターボタイプのお車ということですねさすが山田さんしかもただのターボではないんです今回ご紹介するフォレスターは DIT といって高効率で高出力なんです馬力も280馬力あるのでパワフルな1台なんです まあ、フォレスターの中でも最上級モデルという,、ねはい、いうことですけれどもあの今まで燃費の面でターボ車、はい、諦めていた方という方も、ねはいえー、いるかもしれませんけが、はいまあ、そういった方にもおすすめででできる台すすねねそう実は私もこのフォレスターに乗っていて、えー、初めてターボ付きエンジンだったのですが一度乗るとこの加速感が気持ちいいので 次に購入する車も同じようなパワフルな車がいいなと思ってしまいますよねそうなんですね、はいあの、私も以前、スバルのターボ車、乗っていたことがありますけれども、これやっぱり、はい、あの乗ってみないと分からない、う、はい、と、乗っていただくと、はい、分かっていただけると、はいえー、いうことだと思うんですけれども、でもね、サ部さん、こどうしてスバルの SUV、非常に人気が高いんですけどこれ、どうしてなんでしょ実は s、いえー、実はスバルの水平対向エンジンと大きく関わっているんです。 通常、SUV は背が高い車なので、走破性が高い反面、横揺れなどが大きくなってしまうのですが、低重心な水平対向エンジンのおかげで、すごく安定して走ってくれるんです、はい、ポイントは、水平対向エンジンなんですよね、はいえー。そのエンジンの特性を生かして、まあ、SUV の走破性と乗用車の走行性能、はいえー、この2つを兼ね備えたというのが、このフォレスターなんですよね。はいその通りです、はい まあアウトドアなど、例えばね、山道を走る時なんかもですね。はい。まあ、こういったフォレ、フレスターですと、気持ちよくこう走れると、はい、いうことは言えると思うんですけども、はい。例えば上り坂も、これターボですから。はい。パワフルに登ってくれるんですよね。はい。そうですね。はい、えー。雪道も安心して走れるので、これからの季節、スキーやスノーボールなどもいいですね。まあ、これはもうぴったりですし、はいはい、心強い一台だというふうに思いますよね。はい。で、それからさやさん、このフォレスターですけども、はい。オプションはこれ。 どういったオプションが付いてますか？はい、えー、こちら地デジも見れるパナソニックの sd ナビや駐車の苦手な人も安心して運転できるバックカメラも付いています。まあのねまあ、ナビがもちろん付いてます。けども、ね、はいまあ同乗者の方もね、えー、地デジ視聴できますんで、はい、え、楽しんでいただけるということもありますし。し、えー、バックカメラがある。はい。まあ例えばね。 えー、セダンタイプのお車を今、乗っている方で、はい、まこういったフォレスターにこの後乗り換えようという方、まあ、大きさ的にもかなり大きくなりますので、はい、ま後ろも気になるんですよね、そういうと、まあ、こにフォレスターはバックカメラもこれついてる、はいる、ねえー、さらにおしゃれなフットランプやビルドイン ETC までもがついています。はい このフットランプなんですけどブルーに光るんです、ねこれ結構おしゃれじゃないですか、そうでかなりおしゃれですね、ETC もついてますんで、ご購入後すぐにでもね、遠出も OK、ナビもありますんでね、という1台です、これ、いいですよね、そうですね本当に当店でもすすめの台なんでオプションも多数の1台ということになりますので、すぐに売れてしまう可能性が高い1台だと思いますね。 お早めにお問い合わせをお願いしたいと思いますね。はい。では最後にサルヤさん、車の詳細も教えてください。はい、えー。平成24年式で走行距離はおよそ1万3000キロ。点検整備をして納めさせていただきます。ではこの9号車ズバリお値段をお願いします。はい、えー。消費税込み253万8000円です。なお初費用リサイクル料は別途申し受けます。9号車24年式フォレスター 2.0XT アイサイト AWDCVT お値段は253万8000円ということでサルヤさんからご紹介をいただきましたけれども、まあ、フォレスターの中でも最上級グレードの XT、はい、ターボ車ということですよね、はい、でナビもついてて ETC もある、まあ、装備も非常に、ねはいえー、充実してるんですけれども、はい、何かこの車を買う際には、はい、特別なプレゼントをお願いしたいというに思うんですけども。はい、 えー、今日明日ご製薬のお客様に限り、えー、ボディにガラスコーティングをして、えー、納めさせていただきます、はいえー、じゃあ今日明日ですね、はい、限りですけれどもね、えー、この期間にご購入いただいた方、ご契約の方には、はいえー、ボディにガラス系のコーティングをしてですね、はいえー、ガラスコーティングをして納めさせていただくということになりました、りやさん、ありがとうございました。ありがとうございました9号車は24年式、フォレスター 2.0XT、i s イ g h AWDCVT。 お値段は二百五十三万八千円です。詳しくは零二七九五五の六九七八カースポット前橋吉岡までお問い合わせください。ということでおすすめ車ご紹介いただきましたが、はいえー、その他にもたくさんサラちゃんクがありますんで、はい、ちょっと見に行きましょう。はい、はい、それでは行ってきます。